たった8分でもも裏のブヨブヨ撃退、脂肪はねじょねじょねじょってし続けるんです。皆さんこんにちは、萌えです。お尻と太ももの間にあるあのブヨブヨセルライトが気になる。このせいで夏は短パン履けないし、もはやお尻と太ももの境目がわからない。私も産後は骨盤が開いたことによってお尻と太ももの境目がなくなって、このもも裏にセルライトがブヨブヨとずっとあってめちゃめちゃ気になってたんです。でもあるエクササイズをするようになってから、なんとこのもも裏についたブヨブヨ今は全く消えちゃって、20代の頃にあったのにアラフォーの今はブヨブヨなしです。ヒップアップしたいからウォーキングを頑張ったり、屈伸運動を頑張ったりしたら足がごつくなってしまったという方や、四つ這いのヒップアップトレーニングを頑張ってみたら肩が痛い、しかも全くヒップアップしないし、なんか全然もも裏ブヨブヨずっと取れないんだけどという方、そんな方におすすめなのがカエル足で行うヒップアップトレーニングなんです。しかもこれたったの8分だけ。そして今日はなんとそこにエクササイズ後数十時間も脂肪が勝手に燃焼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 ってし続けてくれるあのヒートトレーニングバージョンでお届けしたいと思います。でこのエクササイズ、なんとたったの8分で美味しい甘い菓子パン2個分のカロリーを消費してくれるんです。例えばこの菓子パン2個をね、ウォーキングで消費しようとすると、だいたい2時間はかかってしまうんです。2時間がたったの8分。何を食べても美味しい食欲の秋、今日はカエル足ヒートで脂肪を燃焼させて、そしてもも裏のブヨブヨを撃退しちゃいましょう。では一緒にやってみよう。では開始していくを仰向けになって寝転んで、右の足の膝を折り曲げたら左の足の太ももの上に外くるぶしを置いていきます。そしてこのように片足ヒップリフトから開始。右のお尻を感じてもらいたいんですが、右の膝が少し自分の方に近づいてしまうとあまりお尻に効かないので、頑張ってできる限りでいいから膝を開いてみてね。はい、今度反対、左のお尻頑張るよ。そう、自分の方に膝が近づいてくるとあまりヒップに効かないから、頑張ってできる限りでいいからね、無理をしない程度で開いていきます。そう、お尻を感じたいのであればしっかりと膝を開く。そしてこれは大臀筋というお尻全体をヒップアップさせる筋肉に特化してます。息を吐きながら自分の方に頑張って頑張って頑張ってリフトしていくよ。 OK、 では次の種目に行きます。足と足の裏を合わせてカエル足でテーブルトップをしていきますよ。手のひらは下を向けて、そう、ぐーっと上げていくんだけれども、この時のポイントはお尻に何かを挟んで離しませんというくらい、ぎゅーっとお尻の穴をぐーっと締めて、それがポイント。そうすることによって中臀筋というお尻のかっこいいエクボを作っていくよ。 OK、 次に行きたいと思います。次はこのようにカエル足さんにして足と足の裏を合わせるか、しんどい方はこのように足首と足首を交差させた状態でお尻をくるんとリフトしていく、頑張って上げていく。この時についでにね、お腹に力を入れてお尻とお腹だけで上げていきたいので、しんどい方は足と足の裏無理やり合わせなくてもいいよ。足首と足首の交差で、さあ次行きたいと思います。次はこうやってカエル足さんでこのように膝を曲げたり伸ばしたりして行っていきます。そう、息を吐きながら吐くときに膝を伸ばしていくよ。膝がどうしてもこう内側に入ってしまうとお尻に効かないから、しっかりと膝を開こうとします。うん、私もねなかなかブサイクな格好になってるけど頑張っていこう。 OK です。では次です。カエル足横向きパッセ、
そう、上の足の膝を曲げて上の足のお尻を感じていきます。この時にパッセ、そう、膝を曲げている方の足が膝が前側に来るとお尻に効かないので、なるべく背面に近づけて後ろ側に、そう、こう前に来ないようにしてね。そう、息を吐くたびに自分の方に膝を、自分の頭の方に膝を近づけていきたいと思います。そうです。はい、じゃあ今度反対ね。結構辛いよね。そう、しっかりと開いてね。そう、もしね、あまりにもしんどいなっていう方は、下の足ね、安定しなければ膝曲げててもいい。伸ばしてももちろんいいんだけど、下の足はね、曲げても伸ばしてもどっちでもいいよ。要は上の足につながっているお尻の外側の筋肉を使えていたら大正解です。あとちょっと OK です。ではね、今度はうつ伏せヒップアップです。そう、まずうつ伏せの状態を作ったら、顎かほっぺた置いてもいいからね、このように足の裏と足の裏を合わせてヒップをリフトしていくんだけども、この時の注意ポイントは、腰を反るんじゃなくてお尻を、下半身を上に上げます。そして効いていくのはこのもも裏ブヨブヨ、お尻と太もものハミ肉に超効果があるんです。はい、では2セット目行っていきたいと思います。もう一度片足ヒップリフトからね。そう、頑張って、なるべく右の足ですね、膝が内側に来ないように、息を吐くたびに自分の方にお尻を引き上げて、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 しんどいね、頑張ろう。はい、受け、反対いきます。そう、今度は左のお尻を上げていくよ。大臀筋ね、お尻全体の筋肉をしっかりとヒップアップさせていきます。呼吸が止まってきそうになるんだけれども、もう2セット目疲れてくると思う。でもね、息をしっかりと吸って吐いて、吸って吐いて、吐いて、私もしんどい、でも頑張ろう。菓子パン2個分燃えるからね。 OK です。では次行きたいと思います。カエル足さんのテーブルトップね。次は最初に言った通り、中臀筋、お尻のかっこいいエクボを作っていくよ。そのためには、そう、お尻をぎゅーっとお尻の穴を締めて、締めたまま、締めたまま、つらいね、辛いね、めちゃめちゃ頑張ってる。私もでもお尻のエクボ欲しいから、菓子パン2個燃えろ燃えろ、あとちょっと、あとちょっと、頑張って頑張って。 OK、 では次行きたいと思います。そう、お尻全体をまたヒップアップさせていきたいと思います。しんどい方はね、こうやって足首と足首を交差させてみてね。はい、息を吐いて吐いて吐いて、頑張って頑張って、めちゃめちゃ頑張ってる。もう後半だから、あとちょっとだから。分かりにくい人はお尻を叩いたりとかして、上がってほしいお尻をしっかりと目覚めさせて、そしてもも裏ブヨブヨも一緒に解消だよ。 OK、 では今度は曲げたり伸ばしたり、カエルになったつもりでね、しっかり膝を開いてね。 OK、 カエル足プリエです。ゆっくりと上げていく、上げていく。この時に速い動きを頑張らなくても、もし分かりにくい人はね、まずは膝を開いてお尻を感じる。もうしんどいね、しんどいね、頑張って頑張って、あとちょっと、あとちょっとだよ。そう、頑張った。はい、次行きましょう、次行きましょう。横向きパッセ、これってね、バレーリーナさんがこれを立ったまま行うパッセっていう運動を横向きで行っているバージョンなの。だからあんな綺麗なバレーリーナみたいな足になれるよ。そう、ポイントはしっかりと膝を開く、足を開く、呼吸を、そう、内側に入らないように開く、呼吸を止めない、止めない。もうめっちゃ頑張ってる。だって私もしんどいもん。あー、でもあとちょっと、あとちょっと。反対側のお尻だけ上がったって仕方がないからね、両方上げていくよ、頑張ろう。そう、しんどい方は下の足をね、膝曲げててもいいからね。要は上の足に延長線上のお尻がヒップアップされたらいいの。呼吸を止めないで、はい、1、2、1、2、もうめちゃめちゃ頑張ってる。もうお尻燃えてるね。あとちょっと、あとちょっと。はーい、ラストだよ、ラストだよ、頑張ってね。そう、
うつ伏せね。最後はこれ大事なの、小殿筋に効くよ。そう、腰を反るんじゃなくてお尻を上げる。お尻と太ももの間にあるハミ肉と、そしてもも裏のブヨブヨが燃えちゃう燃えちゃう。あとちょっとあとちょっとあとちょっと、叩いて叩いて、あとちょっとだよ。目覚めさせて、菓子パン2個分燃えるよ燃えるよ、あとちょっと。はーい、お疲れ様、めちゃめちゃ頑張ったね。はい、では最後はストレッチしていきます。膝を少し開いた状態でひし形を作ったら、太ももとすねの間から手を上向きにして、そしていっぱい倒れなくてもいいから自然にだらーんと上半身を丸くして、これ真珠貝のポーズって言います。たくさん使ったね、お尻とかももの外側の筋肉をじゅわーっと緩めていきます。エクササイズした後は必ずこうやって緊張してしまった筋肉をじゅわーっと伸ばして緩めていくことも大切。そしてね、これいっぱい前屈する必要はないからね、ゆっくりと、そうリラックスした後は叩いていきます。そう、足の外側と内側、そうお尻のあたりから叩くことによって、あなたのいらない脂肪がこの後数十時間もねしょねしょねしょって燃えるから、はい、呼吸を整えてお疲れ様でした。めちゃめちゃ頑張ったね。はい、皆さんお疲れ様でした。すごくしんどかったですね。でもこの後あなたのこのお尻周り、そしてもも裏ブヨブヨのあたりの脂肪が勝手にねじょ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 ってし続けてくれるので、ぜひこれを続けてみてください。ではこの動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画のコメントはコメント欄にお待ちしてます。チャンネル登録や高評価ボタンもものすごく励みになるのでお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。もも裏のブヨブヨもバイバーイ。